やばい、立てるやつがないですね。こんにちは。おとといね、豚骨ラーメンを食べたんですよ、私。そっからずっと目がむくんでます。なんかそれまでめっちゃ目の調子良くて、朝とかでもなんかあんま腫れなかったんですけど、なんかずっと目腫れてるんですよ。皆さんには分からない程度だと思うんですけど、自分で分かる感じのやつなんですけど。豚骨ラーメンってめっちゃむくみますよね。むくんですよね。めっちゃ美味しかった。久々のラーメン。替え玉もしました。共感を求むんですけど、ラーメンの一杯目は、ちゃんと麺がスープに染み込んでるじゃないですか。けど、あれ、替え玉した時って、麺がめっちゃ小麦って感じしません？でも、それがちょっとたまんないです。小麦を感じます、麺から。で、私はバリカタにします。固めが好きです。天下一品食べたことあるんですけどね、最近行ってないですね。天下一品のでも濃いめとかもめっちゃむくみそう。え、待って、粉落としたまに頼みます。一蘭最近全然行ってないんです。行きたい、一蘭めっちゃ行きたいんですよ。でもあれやんな、梅田とか難波とかの一蘭ってめっちゃ並んでますよね。外人の人がね、並んではります。鎌倉も最近行きました。関空で食べました、鎌倉。待ってくださいね。冷たいのね、無理なんですよね。ちゃんと食べないと。美味しい難波出たいです。ほんまに出たい。あ、それだ。ラーメンね、めっちゃ好きなんですよ。明日はなんばらです。明日のチケットは完売してました。よかったです。明日初日メンバーたくさんいるんでね、どうなるんやろ。今日も公演終わったらリハです。明日の私スケジュール出てるので、16から出てるスケジュール、ナンバラウィークは全部出ます。スケジュール頑張ります。明日はでもナンバラウィークじゃないんで、普通のナンバラやと思います。普通のナンバラです。西馬ちゃんとみひなと自分と今のとこ全部で出るメンバーで、もう前代未聞なんですよ。前代未聞っていうと、私は3日連続公演を経験したことあるんですけど、それ以上ないので。ありがとうございます。初日はね、昼夜です。まんばらの昼夜も久々ですね。
あとでもヤンバルウィークで何するかっていうのは知らないです。ちゃんとは決まってないかな、まだ。すごい、ゆうみさん7日間9公演やって、すごすぎる。でも昔ってそういうのあれですよね、普通だったんですよね。だから弱音を吐かず頑張ります。でもね、まあ毎日出るって言っても昼まで寝れるんで、昼までいっぱい寝ます。空き時間も寝て、休めるときに休んどきます。頑張ります。大学はまだ始まってないんですよ。今日ナンバー8終わった次の日ぐらいに始まると思います。だから夏休みをナンバラに注いでます。結局夏っぽいことねしてないんですけど、そうなんです、長いんですよ休みは。私ですか、痩せましたか。え、痩せてないですよ絶対。なんならあのラーメン食べた次の日に体重が爆増してて、ラーメンってすごい増えますよね体重。めっちゃびっくりして、もうめっちゃショック受けたんですけど、ちゃんと落ち込むことが最近また増えてしまったので、昨日またモスバーガー食べてしまって、今日は夜ご飯そばにしてってお母さんに言いました。そばです、今日のご飯。ご飯はスープ全然飲んでないよ私。替え玉したからやで、チャーハンセット頼んだからや絶対。でもうん、朝はたったらちょっと痩せてました、戻ってました。水分ですね。豚骨ラーメン、あ、今日のそばはそばです、ただのそばにあの納豆をのせようと思ってみたいな。もう絶対チャーハン頼むんです。ラーメンとチャーハンってほんまに美味しいじゃないですか。なんでほんまに腫れてるんですよね。自分ではめっちゃわかるんですよね。え、そばに納豆、え、合うよ絶対。そばの上に納豆のせんねん。もう久々にラーメン食べたらもう美味しすぎてほんまにどうしよう。でも私はナンバラウィークの後にご褒美決めてて、焼肉行こうかなと思ってます。ちょっといい目のそうです、食べ放題じゃない。
そうそうそう、とろろそばみたいな感じで。多分バロイートメンバーへのご褒美、タシトに。え、でもこれ全員ではないんですよね、ご褒美。あ、でも12月31日の年越しそばにはあのエビ天入れます、そばに。そばって久々に食べたらめっちゃ美味しくないですか。めっちゃ美味しい。すごいなんと眠くて、6日ぐらいからいろいろあって、明日の公演終わったらちょっと一旦ゆっくりできるけど、次の日になんか仕事が入ってたんで行って、でアットジャムの練習12と13にしなあかんからちょっとあんまり休めないですね。けど15日はオフなんで、ナンバーウィークの前日もう寝だめします、マジで寝だめして、あの臨みます、ナンバーウィークに。ジャムね、めっちゃ嬉しいです、横浜で。昨日ね、リハしてきました。チーム N のもね、卒業のメンバーがゆうみさんとまなみんとあいかさんいるんで、思い出を作ってきます、みんなで。行ったことないです、横浜アリーナ。いや、髪色めっちゃ変えたい気持ちはあるんですけど、めっちゃ調べてたんですけど、やっぱなんか茶色すぎてもなんか似合わん気してきて、今はなんか結構茶色に見えるんですけど、なんか茶色に見えへん時もあるんですよ。パシフィコ横浜よあ、パシフィコ横浜や、ほんまや、行ってるわよくえ、いつ出るんやろう、握手会とかね、詳細。皆さん来てくれますか？来てるんやろな。だいたい木曜日行きつけですよね、毎回。でもなんか試したりできるけど、あの動画で調べてますけど、でもなんか黒より茶色の方が絶対似合ってると思ってるんですよね。だから黒に染めることはもうあんまないかもしれないです。発売日までほぼ1ヶ月ぐらいですもんね。皆さん来てほしいです。握手会とお話し会お願いします。オンラインは企画をしようと思ってます。前は手紙とかだったんですけど、また違うのを考えて、いち早く出します。手紙はね、
でも内容が同じになっちゃうからね、なんか考えます。アミタンとお揃い、え、あの、そう、え、したい。私めっちゃしたいし、アミタンもしたいってリプくれたんで、したいなって思ってます。アミタンも次のイベントは燃えてるみたいね。大事やからね、完売数。終わりますね。ちょっと今日は公演終わったリハがあるので頑張ります。13位、15位から呼んじゃいそうなんねんな。13位、シュガーさん、ありがとうございます。12位、ホリッチッチさん、ありがとうございます。11位、キジタさん、ありがとうございます。10位、キネさん、ありがとうございます。9位、グリグリパンチさん、ありがとうございます。8位、A ちゃんさん、ありがとうございます。7位、ガルゾーさん、ありがとうございます。6位、ホンダさん、ありがとうございます。5位、ワンタンメンさん、ありがとうございます。4位、いっちゃんさん、ありがとうございます。3位、白株さん、ありがとうございます。2位、さくらさくさん、ありがとうございます。1位、 KN さん、ありがとうございます。ではさようならです。ありがとうございました。